こんにちは第2部は性格の悪い人に対する恐怖心の正体がわかりますよ人間関係が苦手な私職場でも同僚や患者さんに恐怖心を抱きますそれは私が予測している恐怖心に対する模範回答が違っていたからでした私は人に対して恐怖心を抱くなんてダメなことだから人を怖いと思う自分はダメな人間と思っていましたでも 性格が悪い人に対してて恐怖心を持って当たり前なんです。性格の悪い人に対して怖くなくなるためには自分も性格が悪い人になるしか方法はありませんそれは絶対に嫌だって人生を楽しめなくなるからです人生を楽しむためには波動が高くないといけない性格が悪いってすっごく波動が低いちなみに私が勉強しているナポレオンヒルさんの「 「悪魔を出し抜け」という本には悪魔つまり性格の悪い人間は98%いるそうです。性格のいい人間は2%。先生からはその2%には絶対に自分を入れておくということを教わりました。これを聞いているあなたは波長の法則で自分は性格の悪い人と思っているでしょう。でも2%に入れておく。 自分に優しい人の考え方を潜在意識に入れましょうねお昼はこれで終わりますね第3部は夜の7時に来ますね